ッグフェリーやったー、よし、ビッグフェリー、はい、もう第、第4弾、第4弾、第3弾の、親子丼の、はいはい、3分後です早いですね、3分後です、はい、毎回早いですね、やっぱりね、はい、これね、今回も2本撮りでね、はい、さあ2本撮りで腹パンパンじゃないですか。あ、もう結構いっぱいなんだけども、そうだよね、まあ、だから次作ってもらいたい料理はもう本当にあのもう食欲ない時とかなんかお腹いっぱい食べててもこれなら食べれるってやつをね、うん、マジでちょっと作ってほしいなと思って。なるほど、うん、あ、いけんの。じゃあそちら何ですか。はい、今回作っていただく料理はチンジャオロースです。いやチンジャオロース、チンジャオロースです。確かにね、はい、そして具材はこちらです。はい、ドン、はい、いろいろと、はい、はい、用意しております。あ、ここがね、これでもう分かっちゃった。ここでやっぱこの分かっちゃう感じ、クッキングメニューで出してくる課題って、はい、やっぱ基本的に僕が好きなやつなんですよ。おー、なるほど。あ、でもオムライスとか、オムライスから親子丼、親子丼まで全部好きなやつ、はい、これも大好きなの、チンジャオロース。あ、だからやっぱ意識してそれはやったんですか。まあ、もちろん、はい、やっぱ好きじゃない料理をね作れば、好きな料理作った方がやっぱ見たことないは無理だからな。なるほど、なるほど。全く分かんない料理、あ、まあ、今後のね、このクッキングフェリーのシリーズごと、はい、回を増すごとにそういうのが出てくるかもしれないけど、あ、かもしれない。まあ、一回今回はそうですね、フェニックスも、まあ、もちろん知ってる料理じゃあ今回も大好きな、大好きだけど作ったことなんかないよ。まあ、だからちょっと今回は今までの3回よりも難易度がぐっと上がってるかもしれない。ぐっと上がってる。確かに、うん、まあ、4回になるとね、さすがにちょっ と、ね、まあ、できることがちょっと分かってきたんだね。意外とそうなのよ。そう もちろんその細かいところの違いはあるんだけど、うん、食べれないやつはなかった今まで。そうでしょ、うん、ね、だからチンジャオロースってもう本当ね、下手したら全く別物ができる可能性ってある確かにありましたから、ね、そうか、味付けとかもさ、まあ変わりますよね、ちょっと難しいのよ、ね、まあ、今回だからそれ用に、まあ、ちょっとまだ調味料や増やしました。いや、はい、ちょっと何個か、はい、加わってますね。レトルトじゃないもんね、はい、もう絶対これなのは分かんだけど。なるほど、あー難しい。まあ、今回はチンジャオロースを作っていっていきましょうか。いただきたいと思います。はい、はいはいはい、じゃあちょっともう料理、はい、手を洗ったということで、はい、もう手はね、事前に洗ってますから、はい、じゃあ調理してください、ね、スタート。で今回初めて、はい、卵がなくなったのよ。あー、今まで 100% だったの、卵、うん、確かに、3回とはそうなんですよ、あの完成全部真っ黄色なんですよ、まだ、あの、そうです、オムライスのやことはそうだけど、まあ、ペペロンチーノにも卵使ってたから、卵使ってたから謎の変わり前がない、ちょっとそう、で今回はちょっと入んないな、黄色出してですね、今回、まま、あそうで、何を使うかにもよるけど、卵なしですよ、今回は、まあ、絶対的にこれなんですよ、はい、ピーマン、ピーマン、はい、ほれほれピーマンいいですね、茨城のピーマンですよ、やっぱりピーマンはね、3かな。おお、結構多めの、多めにね、意外と、パックのやつを、あの、紅葉が、うん、仕送りであって、うん、ピーマン、あー、だけあったら作れますの、はい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 、あるあるある、丸宮とかなんか、はい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 、レトルトっぽくレトルトのやつあるじゃんか、 あれにこれ1個で4つだった気がするんだよ。なるほど、で結構多いんだって思って、今結構使うと、あ、で横目で紅葉が作ってるのを見たはずなのそれ1人前でってことなんだ。1人前で結構そんぐらいなんだね、うん、でも工程はもうピーマンとあれしかないからだからできてるやつはね、そうよな、そうなんだよな、レトルトのやつすら作ったことないってことだもんね。ないです。よっしゃ、じゃあ行きましょう、はい、まあ、切っていきましょうか。種をね、うん、はいはい、いやもうほんと今回ばっかりはマジどうなるかマジわからんから、ちょっと予想できないですね今回は。そうだね、どうなんでしょう、この中にもうちっちゃく入れちゃう、そうね、どうなんでしょうね、これが種を取り除いていくと、まずは、はい、丁寧に、丁寧に、まあ、そうですね、うん、これがまずいんでしょ多分。でも結構これ火に通したらこの種ごと食べれるやつも、ね、うん、食べれたりもする、栄養もあるし、ね、確かに栄養はそうだよな、種だもんな、うん、嫌いじゃない人はね、いけちゃいます、ね、種のこのちょっと苦味というかもう好きな人もいる、まあ、確かに、まあでもチンジャオロースにはあんま入ってないか、ないかな、うん、そうだね、アイスね、と、はい、軽快に、
あのピーマンも出てきたことあるんで、うん、なんか出てきた、出てきた、あれやんなかったっけこの企画で、ピーマンありましたっけ、ピーマンはあれ、オムライスとかチキンライスに入れました、赤いやつかな、入れたか、いや、鷹の爪かも、あ、そう、鷹のペペロンチーノの時ねあ、じゃあ違いますね、あ、じゃあ違いますね、これもう捨てていいですね、はい、はい、捨てましょう、ありがとうございます。で、お、大事なのは、はい、ピーマンを今切り方ですよ、はい、どう切ってきます、これは縦に今一回入れて、はい、細長め、ほう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 ですよ、細切りというか、お、え、なんか、なんかちょっとこの切りづらいやと思って、なんか今 やりますね、料理人がたまにやるような、え、マジでしなかった今、そうなん、今見えましたよ、そんな感じに、包丁の背というかこの腹で、ね、立体だから切りづらいほうの、切りづらかったんで、はい、ただ今その潰してみましたよ、潰したことによって今香りがね、今パッとピーマンの香りが来ましたから、私今の騒ぎ方はこれはラッキーあたりを引いた感じがそうっすね、今の騒ぎ方はそうでしょ、いいんじゃないですか、うえー、わお、おい、おい、まとめてっちゃう、うえー、やんちゃだねお前、うわ、切るの時間かかんだよ、2倍じゃんそれで効率が、うわ、2倍でいってるぜこいつ、やんちゃだぜ、その指いかないでくれよ、その頼むぜ気づけるよ、それは今回も脳外科で頼むぜ、今回もそれ怖いからね、あの買い出し行ってる間に包丁研こうかなと思ったけどやめたんだあ、だいたいみんな切れ味よくしますけど、はい、落として怖い、怖いんで切れすぎちゃったら、切れすぎちゃったら行きすぎる可能性があるから、野菜以外のもの切れちゃう可能性でも切るなら鋭い方がいいっていうのも聞いたことあるんだけど、まあ、なんかそう切れなくてってやってる時に切っちゃったりするか、逆に危ないとかね、ありますから、綺麗にその、ね、細胞が切れたらくっつくから、あ、いや別にみんなそこの心配してないから別に、うん、切れたら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 切れちゃったら、うん、そうそう、みんな切らないのよ、みんな美容師のなんか友達が言ってたよ、うん、みんな切らないのよ、あの包丁でね、すごい指何回も切ったんですね、白いんだって、そうだ、フェニックスの口から美容師の友達っていうワードが出てくるとは思わなかった、嘘つけよお前嘘つけよ、こんな、ね、いるわけねえだろお前、俺の友達と美容師がさお前にいるわけねえだろそんなやついるよ、嘘つくなお前、陽キャぶんなよお前陽キャぶんなよ、美容師陽キャぶん、嘘つくなお前、友達とか確かに言うな、いるわけねえだろお前に、陽キャだな、おー、いいですね、あ、確かに結構いい感じにね、チンジャオっぽいね、いいですよ、もうすでにめちゃめちゃぽい、うん、あ、いいじゃないですか、最後のこれ怖えな、めっちゃチンジャオロスっぽい、うん、そうでしょ、うん、今のところすでにいいですよ、で、はい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 、切れてるやつ買ってきなよ水に入ってるあるけどありますけどね、あるけど意地悪だわこれは、まあ芸に売ってましたけどね、普通に芸に売ってましたけど、まあでもそこはね、そりゃそうだろそりゃ、まあ、そりゃそうだろ、そこだって個性がね、出せませんから、そう、一個の細切りにしても、え、タケノコってこうなってる、どうなってるってことですか、この輪っか、あ、なんかだし巻き卵みたいな感じのえ、そうにね、そうになってるね、見たことないですか、でもあの皮ついてる状態とか、いや、ないな、こんなでかいのに食べるのここしかないのってぐらい動くからね、だから層になってるんですよね、だからこれはでもこれでつけてあるってことは食えんだよ、このまま食べます、これこうねえ、あれところてんみたいにどうしたらいいのこれ、ところてんみたいちょっと待って、出すかよ、これも細い、これなんて言いました、形状はこうじゃん、はい、ところてんみたい、この点、ニューって。ニューみたいな。そのタケノコそんな素材じゃない。脳なしでやるってこと、まあまあ、いけるんじゃないですか。だからそのね、また。切っていって。あ、柔らかい。あ、いいですね。向きがわかんねえな。向きね。確かに。こうやったら厚み出るぞ。どうするんだろうな。そっから補足したよな。うわ、それ怖いよ、それは怖いよ、これは怖いよ、大丈夫か、うん、遠くは違うよね、それはちょっと怖いな、
そうだね、縦に入れていく方向で基本的には、基本的にはね、そっちだね。大きいもないと怖いんで。太郎ちゃんもだって作ったことないでしょ。僕もないですね、チンジャオロースは。やっぱなかなかね、家庭で出たかな。こうか。結構お店で食べるイメージがね、どうしても。おお。細く切り始めた。なるほど。これ一回縦長にしてから、うん、薄くして薄くスライスしたやつをまたさらに千切りっぽい感じ。はい。おお。これ。おお。これじゃんか。どうですか。こんな感じよ。おお。でもなんかいい感じですよ。お悪くない悪くない。いいですよ。マジでこれよな。はい。効率が悪い気がするんだよ。もっとうまい、さっきはな、2つ重ねるとかやってたけどね。確かに技使ってましたけど。これ滑りそうじゃないか。無理は。まあまあ、無理はしない、大丈夫です、全然。心配が勝っちゃうから、やっぱ包丁使ってるからさ。そうね、脳怪我でフィニッシュしてほしいんで。あーでもいいんじゃないですか。切りやすいですね。あー、取り扱いしやすいですか。はい、いいですね。さっさとこう、パワーいらない。うん、いいね。いや結構順調なんじゃん。俺思ったよりなんかその千切りにするのとか、うん、もう少し難しいのかなと思ったけど。確かにね、意外とできてるよ。形状はね、大体わかるのよ。まあ食べたことあればね。するっていうのは細切りの感じだな、そのチンジャオロースの。そう、味をどう再現していいかがわからん。楽しみですね。いいですね。楽しみですね。楽しみですね。初中華ですか、今回このシリーズ。そうね。はい。私は初中華。洋食、和食ときて。いいですね。もう和洋中行ってるんですね。いや、もういいじゃん。もう和洋中全部いけてるよ、今。これいけたら。確かに、一品ずつは作れるはずだもん。そしたら。ちゃんとね、今まで動画でやってるのさ、うん、餃子とハンバーグはやってんのよ。ああ、だから、おうち時間とかで。やりましたね。やったじゃんか。やりましたね。はい。だから、あれの時に、携帯見ながらやったから。そうだね。あれはちょっと覚えてんだけど、ちゃんとかわしてくるね。その、こいつ知ってんじゃん。あと、まあ、あと、餃子って異常に多分時間かかるからね。そうだからさっと、割とさっと作れるやつを、そう、包む作業とかになっちゃうとさ。煮込みとかさ、包んでとか。なっちゃう。そう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 。それは確かにわかりました。やっぱ中華火力でね、もうガッと一気に。スピーディーにいけるからやっぱ。はい、いいですね。あ、竹田君もじゃあ全部使う感じで。はい。はい。残しても使い道がわからないので。そうですね。その量が。じゃあもう。いや、ちょっと楽しみだな、いいですね。中華。手先はどっちかっていうと器用な方。まあそうですよね。嫌いじゃないですよ、こういうの。料理意外とハマったりするんじゃない、もしかしたら。いや早いな早いな、まだ作ってる最中の可能性くらいあったことないな。でもさ、その自分で作った料理をさ、うん、このまあ、自分で食べるのもそうだけど、うん、人に食べさせたりとかして、うん、うまかったらさ、うん、やっぱテンション上がんない？上がる。ちょっとやっぱ高井のテイスティング中緊張すんだよ。どうだろうなっていう。いや、なんかスマップみたいな。ゲストに食べさせて反応見るみたいな。いいな。だからそれがさ、嬉しいなって思うようになってくると、やっぱ自分でもうじゃあ次こういうの作ってみようとか。うん、オリジナル。まあもうオリジナルとか、まあ別に普通にね、今日これ作ってみようとか。そうラストはちょっと細かくしよう。ほう。食感やっぱそこ大事にされてますもんね、やっぱね。ちょっと変える感じ。1箇所ぐらいはこう。あ、ちょっとみじん切り。あ、珍しいかも。確かにみじん切りってあんま見ないね。これトライ。なるほど。フェニリュー。はい、なるほどね。食感は一つの料理で、はい、たくさんの表情。それがこだわりなんですね。たくさん料理ね。よしよしよし。はい。じゃあ全部切れましたが。はい。はい、玉ねぎを切りましたと。いいですね。乗りました。はい。で、ですね、次。次の工程は。わぁ。まあ、野菜もありますし。めっちゃ早いはずなんだよ。はい。なるほど。これ早いんだよ。もう。
チ、え、はい、チンジャオロース。あ、この、豚ミンチですかね。はい。ミンチ。はい。ミンチです。で、いいですか？野菜とかは他は大丈夫ですか、うん、別に。そうなんだよね、なんか。まあ、一応、そうね。まあ、また、もやし、玉ねぎ、ネギ、チンゲン菜。一応、卵もありますけど。卵も。俺知ってるやつないんだけどな。うん。チンゲン菜ってでも中華っぽいよね。まあ、結構定番なアイテムかなと。形的にはもやしなんだよ。なるほどね。はいはいはい。でもやしは別に邪魔しなくて。細長い。確かに。細長いよね。ちょっと入れてやろうか。はあ、なるほど。もやしもちょっと。形的に別に悪くない。うん。なるほどね。まあ出すときでいいか。まあそう、ね。あ、全然そういうそうですね。じゃあ次は。最初にやるのはこれなんですけど。はい。あ、お肉の、豚ミンチ。はい。3種類用意しまして。はい。豚ミンチを選びます。はい。豚ミンチで。そうそう。あとは普通の、薄切り、豚の薄切りと、うん、まあ、牛ですかね。はい。はい。豚ミンチ。いや、そんな平べったいのは入ってなかった。なるほど。うん。パラパラパラっとしたお肉。はい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 。これです。豚ミンチ。肉多い方がいいか。全部いっちゃう。まあまあ、おぉ僕やったらまあ確かに。うん。まあ確かにね。まあただちょっと。くらいやったな。お、もう男子大好きな。はい。肉多めの。肉多め。最高じゃないですか。最高じゃないですか。ただ、味付け。はい、味付けどうします？問題の。結構ありますよ。問題よ、こっから割と。中華なんで、もう絶対これはあんだよ。オイスターソース。はい。うわ、ナンプラー？ナンプラー、はい。ナンプラーですね、はい。ナンプラーか。書いてないですね、後ろに。あの、すいません、あの、カンニングやめてもらっていい？カンニングなしで。ラングラムとかないです、ね。はい、カンニング一番意味わかんない。この企画で一番意味わかんないから。うん、恋心だもんね、絵がね。はい。ちゃんと、だからそういうことでしょ。かわしてきたんだ。いやいや、そこまでは。恋心だと、そこまでは。ここに答えあんじゃねえかってなるから。そこまではしてないですけど。はい、じゃあまあ、タレですか？タレというか、はい。濃いと思うんだよ。味付け。結構もう火入れちゃったら割とそっからスピードになっちゃうから、今のうちに準備しておいた方がいいかも。確かに。もう何が必要とか。目星はつけといた方がいいかもね。油。油、まあまあ、欲しいですね。うん。はい。あ、もう、いくの？お、結構早いですね。はい、もうで、見えてる。見えてる。もう、あ、できた。いいね。俺の。もう構想完璧。チンジャオロースのラインは整った。オッケー。お出た清丸だ伝説のラインね。サクルーゼも今もう食べてるわけだな。行きました。やばいよ、光ってるよ。河原の大きめの石に場を避けるかがこう連なって最後そうそうガッシュ好きだな。チンジャオ避けるか。チンジャオ避けるか。チンジャオ避けるか出る。チンジャオ避けるか。最初何だっけ、光っただけか。馬王じゃなくて、馬王じゃなくて、バオが進化したってな。チンジャオザケルか。ザケルか見せてくれよ。見せてくれよ。初めて聞いたチンジャオザケル。言ってくださいよ。長い箸。はい。始めたぜ。菜箸。じゃあお肉からレッツゴーって感じなんですね。お、それなんですか。ニンニクおろし。おー。好きかも、逃がれたな。中華っぽくなる。まあまあまあ、あ、まあ入ってますよね。中華でも全然ありますよ。ニンニク系は ね、多いですから。でもこれ始まってんのに、封開けてないんですよ。だからこれは違います。ダメです。だから違うところで読んでんだよね。俺らの意図してないところ。そうそうそう、違うんだよ。これはないんですよ。お、はい。はい。豚ミンチ、入りました。あっやべえ。それがね、さっきはずっと火の扱いがさ、あれなんだよ。キングフェリー名物。うん、火の扱い。火怖い。火怖い。火怖い。イノシシじゃん。もうイノシシ。生き物の弱点だからな、火は。そうだよ。火怖い。あ、これ早いぞ。早いよ。やばい。そう、結構やっぱ。あいつあっという間よ、ここから。スピーディーな感じになりますよ。大丈夫？痛い。お、ピーマンた、タケノコ。タケノコ。レッツゴー。ゴー。で、こいつらの水分が、めっちゃ出るはず。なるほどね、野菜からの水分が。はい。オッケー。
よし、入れた、全部入れた。いいぜ。めっちゃいい匂いする。オッケーオッケーオッケー。おーおー、いいね、いいね。やべえ。いいですよ。で、オイスターソース。はい。間違いないんだから、これは、入ってんの。間違いないっすよね。一周。おー、いくね。大胆な2周。なるほどね。ナンプラ。ナンプラ。レッツゴー。ナンプラ。ナンプラは一周。おー、これ、ゆるい。醤油、だからね、魚のなんか。うわー、すげえ匂い。魚醤魚醤、うん、あーすごい、すんごい匂いだ。おお。いやいやいや、いいですよ、はい、あれ今こんな感じです。どうしたどうしました、どうしたサラサラだよ。えどうしたフェリックス。違う違う違う、どうしたんだ、何が起きた、 なんだ何が起きた、フェリックス、どうすればいい、どうした何があったんだ、何があった、見つけたぞ、さっき置いてなかったな、カタクリコだ。だ片栗粉だ。なるほど、うん、さあフェリックスどうする、片栗粉を間に合うか、弱火にしてそのまま入れた入れた、片栗粉をそのまま入れた、いや入れた、さあ、あここで諦めたらそうか、最低の水で溶いた方がいいのか。なんか知ってるわ、水溶き。ここでフェリックス、この水。気づいてしまった。そのまま入れてしまった。まだいけるんじゃないか。ただこれで間に合うのだろうか。あれ全然とろいね。まだ頂上につくか。どうだ。まだ足んねえんじゃねえか。お、ここで。ここでフェリックスがコップにお皿に水を入れ。火を弱め。やばい。さあ間に合うか。間に合え。間に合ってくれ。水溶きか片栗粉。間に合ってくれ。やべ。いけるか。だんだん、どうする。おお、片栗粉今。片栗粉水で溶かし。いいだ。さあどうだ。さあどうだ。とろみはつくのか。どうですか？体なんか重いぞ。重い。重いな。でもいい感じ、いい感じ。ちょっとしっとりしてきた。よしよしよし。だ野菜の水分が出て、お、イメージ通りに今。1回目の片栗粉がちょうどよくなって。来てますか今。あれ色違うな。色違う。でも音はなんか変わりましたね。めっちゃ見た目美味しそうだよ。ね、見た目いいですよね、うん、すごく。やべ、ダマだ。片栗粉、粉で入れた弊害だ。粉で入れた弊害だよ。弊害出ました。さあ、ゆずだ。ただ見た目はね。おい水でいけんの？お、なるほど。ここから水を。一緒だ。水を入れた。水入れた水を入れた。おお。いや、いいですね。グツグツグツと。グツグツ。粘り気も出てきて。粘り気出てきて。でも確かに、さっきの照り照り感というか。うん。で、大きめのタケノコが目立つ。いいですね。食感の違いをね、楽しめるように。はい。ダマなくなんなくない？なるほど、ダマがなくならない。さあどうするフェニックス。足んねえのか。まさか水のおかわりかこれかね。来るのか、あれが。さらに。あれが出るか。さらに水を。ここ。倒したー。よし。よいしょ。よいしょ。さっきよりも多めの水を入れ。さあどうだ。ぐつぐつと。ああぽい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 。このあんの感じ。はい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 、水は最悪違くても、うん、飛ぶ。なるほど。まあね、まあ悪いもんじゃないですけどね、ので大胆にいけました。なるほど、選択出せます、出したってことですね、はい、そこで。いいですね。確か音は変わりましたね、うん、さっきと全然。これ何だ、水気が含んでるというか。
出ました、フェリックスのフェリックスウェブズ、ダブルチョップスティックセパレートダブルチョップスティック黙っとく、これ今、あの、ほぐしてる作業ですよね、はい、名物ですから。よし、お、どうだどうだ、あれとろみ出てるよ、いい感じですか、これいい感じじゃない、これ、あ、ここでフェニックス、もやしを思い出したもやしくんが、もやしを今思い出した、後で入れればいいやって言ってましたもんね、そう、このタイミングでもやしが投入なので、このシャキシャキにも段階がこれでついたんですよ。なるほど、あ、だから歯ごたえのピーマンとは違います、早めに入れすぎるってもね、水分飛んじゃうからちょっと違う感じになったと、はい、しなくしちゃうから、あえてここで入れたと、あえてここで入れることによってピーマンとの差別化を図っていく、うん、なるほど、うわ、すげえ量だ、結構いい量できたね確かに一人前ではないですね、あれ、そうね、これ一人前だったら相当サービスいい、いやすごい中華屋さんよ、町中華でこの量出てきたらやっぱおおってなるよね、多分あの重たい店とかでやってるやつ重たいすぎて、そう、重たいです、ナンプラ、ナンプさんどうですか、こんなに匂い強くないんだよ、やっぱね、クッキングフェニーのやっぱすごいけど、まあ、味見を一回もしないんですけどね、確かにそれしたらもうね、毎回味見なしフィニッシュでいきますからね、いやもう一周だ、はあ、来た、おいしさ、おいしさ入りました、もやし追加したんで、はい、その分、はい、まあそうね、ちょっと分量が増えたわけですもんね、ピーマン、もやしなんで3周です、はい、うん、あ、具材ごとに1周、具材ごとに1周ってことで、はい、なんかそれがあるんですね、はい、なので、そのルールがあるわけだ、あ、あー、どうですか、知ってるぞいい感じですか、お、俺はこいつを知ってる、俺はこいつを知ってる、おお、ただいい色になってますね、本当に、あれどうした、細い肉がないあれ、え、でもフェリックスさん、肉入れましたよね、だって肉入れた入れたうわ、やべえ、細い肉入ってるわいや、でも肉入れてた、あれ肉入れてましたよ、でもフェリックスさん、肉入れてた、いや、なんかこのままだと、はい、あれ、これスプーンないと食えなくないかと思って、あー、なるほど、でもチンジャオロース食べるときに、はい、スプーン使ったかって思って、うん、箸で、箸で食えてましたよね、いけるかいや、やっぱあれないと無理、ダメだろ、あれ、あれとは、こいつは一旦余熱で、あ、なるほど。ここに来てる、ここに来てるんですか。これ今何持ってます。豚の薄切りですかね。はい。はい、もう今だいぶだいぶ完成が。俺もうこれで完成かと思ったんだけど。いや、じゃない。これはチンジャオロースじゃない。なるほど。違う、ここで入るわけですね。薄切りちゃんが。薄切り。なるほど。追い豚、追い豚だね、なるほど、その手が、おかしいもん、その手があったか、こんなチンジャオロース、チンジャオロースなのに細い肉が入ってない、細い肉がねえだろと、これおかしいよ、おかしい見た目肉はそうですね、もう細切りになってるけど、もうコロ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 ってなってますけどね、おかしいよ、ひき肉だからね、このお肉ちゃんをどうしていきます、細く、なるほど、重ねて、はあ、はあははあ、効率は大事です、料理の上する上、あ、まあ大事ですね、はい、確かに、すごいですね、お肉がここで、はい、細くなるかこれ、いいか、なるほど、はい、行きましょう、肉を、豚肉ちゃんが今切って、あれ細かいちょっと待って、どうした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 フェリックス、どうしたフェリックス、細長くならない細長くならない、そんなはずないだろ、こう、あれお肉だって今回別の肉だぜ、そうだよな、これはだってミンチじゃねえから、どうしたら細くなる、どうしたら細くなるか、え、縦に切るんでしょ、
向きが違う。お、向きが違う。どの向きだ。おお、向きとはそういうことだったんですね。あれ、国にあれ会話がもう縦に縦に入れていくと、はい、優しく切ってください。はい、そうですね、やっぱ肉持ちたいですもんね、やっぱね、うん、持って食いたいですもんね、うん、チンジャオロースといえば、うん、レンゲマストになっちゃうから。確かにレンゲ、そうっすね。あんまレンゲのイメージは少ないっすね。すごいね、もうここまでできてるのにまたもう肉を切り始める。確かに俺もあのこの光景初めてましたね。だからもうほぼほぼできてるものに生肉を取り途中で切ってるっていう。そうね、しっかり洗って、はい、大事ですね。そいつはもう一旦こっちです。お、はい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 、あ、これもうできたやつを一旦もうできてるんで一旦移し、はあ、い、なるほど、はい、この途中で追加する場合は一旦移してください。はい、はい、こちらで、はい、移していくんですね。移していくんですが、ここで、はい、全部ね拭き取ったりとかしないでください。こう拭き取らない。今フライパンに味ついてるんで。今だいぶねちょっとついてますけど、全部はね取れないよね。はい、ついちゃってますね。これこれを利用して、なるほど、これあっていいんですね。じゃああった方がいいです。なるほど、むしろあった方がいい。はい、この後で追い肉をする場合は。なるほど、はい、間に合いませんね。追い肉調理法だと、そう、味付けも兼ねてると、そう。なるほどな。でも絡むはずです、片栗粉あるんで。お、できました。肉入れた。さあ、お肉。でこのフライパンにこびりついてるやつを、オイスターをちょっと吸わせていくのね。ちょっとこそぎながらと言いますか、はい、やっていく感じなんですね。いいですね。これはいいですよ。あ、この、またか。これは料理の歴史がどんどん変わってきますよ、これは。確かにね。あんま今までなかった。やべえ、めっちゃ焦げてる。残してたやつが。え、残したやつが黒くなっていく。やばい。やばい。やばい。スピードストーブかもしれない。でも、これはめっちゃうまそう。いい、これはいい。いい感じ。これ、何作ってる。これめっちゃうまそう。いやいやいや。これはうまそうだけど、何作ってるんですか。何でしたっけ。いや、でもチンジャオロースです。チンジャオロースですよね。追い肉なんで、はい、これをこいつを、はい、避けて、はい、はい、こちらを、はい、はい、ちょ、追加追加し、なるほど、ちょっと細いで、はい、で、ちょっとあの焦げで香ばしも出てるんで。なるほど、はい、ちょっとこんな感じですね。ミックス、はい、あ、混ぜるんだ。さすがに、さすがに何がさすがにか分からない。さすがに混ぜていく。こっから混ぜていくわけですか。いや、なんだこんなに、あれ細長くなら、すごい量だね。それはそうですね。ラーメン丼に目いっぱい入ってますから。すごい量。目いっぱい入ってますからね。すごい。オッケー。ただ香りはいいですよ。香りはいい。どうですか？できました。お、完成。はい。フェニックスのチンジャオロース。やった。完成です。じゃあ。できましたか？できました。はい。お、これはあの丼とかじゃないんで。まあそうですね。シェアできるんで。はい。パロパムの方が。僕も後で、じゃあいただきますね。あの、小分けにしてちょっと。一旦。はい。じゃあ準備はしていただいてと。はい、ね、なるほど。結構このトロッとしてるね。あ、いい。でも中華のトロミっぽいな。はい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 。
じゃあいい感じですかね。じゃ あそうですね、取り分けたということ。自分も食べてみ。いや、これタロさんのやつです。あ、タロさんの。はい。あ、じゃあ僕もいただいていいですか。じゃあすいません。割り箸あります？よし。これやっぱだって自分だったらさ、何でも言えちゃうじゃない。まあそうですね。俺のはこれだよってさ。いいじゃないですかね。うん、まあまあ全然全然。まあとりあえずじゃあはい。ということで、じゃあ取り分けて、はい、はい、じゃあまず高井さんからじゃあいきますか。そうですね、じゃあフェニックス特製のチンジャオロース作ってもらったんで、はい、じゃあ、はい、いただきます、はい、実食。濃いな、お米欲しくなるかも。香りはいいですよね、でもね、香りめっちゃいい。うん、いい香りしてる。さあ、どうだ。あ、でもほら、ゴリゴリいってる。食感は良さそうですね。どうですか、高井さん。おお。お、あれ進みましたよ、もう一個。え、薄い、結構濃い。ご飯進むように、うん、なイメージだ。かなりおかずの感じにしたってことだよね。そう。うわ、来た。あら、米欲しくなるな、これ。来たー。おー、高いに米を。これ来たよ。もう自ら。食いたい食いたいと。っていうことよ。ちょっとまあ、レジできないんだけど。待って待って待って。どうですか？めっちゃうまい。あ、マジ？めっちゃうまい。いや、めっちゃうまい。マジで？あれ途中結構お肉がバラバラだったりだとか、うん、後入れとかいろいろしてましたけど。見た目はね、見た目こそあれ。え、どうでした味は？いや、だから、言ったらさ、味付けてこの2つなだけなわけじゃん。オイスターソースとナンプラー、うん、もっとさ、本当はね、この塩コショウとか、うん、あと香味ペーストとかも あったから、うん、そういうのも入れてもよかったなと思うんだけど、マジでこれだけで普通にうまい。マジ？片栗粉とかさ、途中直で入れてたりとかしたけど、うん、あれでさ、結構だから固めなのよ。あー、なるほど。で、その、うん、てか本来このあんまひき肉使わないのね。あれもそうか。あれ細長い肉の。フィリも途中で気づいたけどね。だからまんまと俺らの策にハマったんだけど。あ、そうなの。細長い肉だなと思って、ミンチ行くんじゃねえかと思って。本当は豚肉を細くするだよ。ああ。細切りで行く。で、それに、例えば片栗粉、それにまぶすとか。やり方はまああるんだけど、固めなきゃいけなかったですね。そう、とろみをつけるとか。であんまそのひき肉のチンジャオロースってあんまない、俺は食べたことなかったんだけど、うん、マジあり。ああ、なるほど。ひき肉にすることによってこのなんか、なんていうの、そのご飯がより進みやすくなる、このなんか、合うのよ、片栗粉で肉と味とさ絡むから、うん、そうか、米と絡みやすくなるのか、細かくなったことによって。これだからご飯の上にこれ乗っけて食べたい。ああ、でもふりかけじゃないけど、そんぐらいな感じになってるわけか。うん、まあいいですか、俺もちょっと食べちゃって。めっちゃうまいよ。片手だと食べづらいまあでも全然、そうですね、いただきます。味付けが良かったのか、やっぱ3種だったのあ、うまいね、マジでめっちゃうまい、うん、あ、うまいわ、マジ。いや、この豚肉、うん、うん、後入れで入れとくの豚肉、うん、どうですか。これもうまいですね。マジで。これもうまいですね。後入れ理論。マジ。後入れでこれ味変わるんじゃないかと思ったけど、やっぱこの細かく細く切ってくれてるから。うん、あ、いけんだ。やっぱ。混ぜるだけでだいぶもう絡んでますね、肉がだいぶ。だからあったんだよ、理論上っていうか、フライパンに味がついてるからそのまま使うっていうのは。で最後絡めてね。うん、いやでも正直、うん、目つぶって食ってたら普通のチンジャオロースって言っても、うん、マジ。気づかないよ、もう。食感でも違うんじゃないの。あ、でもちゃんとそのピーマンとかタケノコが、そうそうそう、タケノコとピーマンシャキシャキ感も残ってるし、うん、あるから全然正直、うん、あれもやしは、あ、もやも入れる、あ、うん、もやしは野菜たちがいる、ちゃんと、うん、ひき肉のチンジャオロースって俺食べたことあんまなかったけど、マジあり。なんかじわーっと肉の旨味が来る感じ、その後から、うん、来たの、導き出したんだ。だ、そうそう、野菜ちゃんと食えてるけど肉の味もしっかり入ってる。いや、ちょっと、びっくりします、僕。正直。確かに、ちょっと一時期ね、肉がなくなった想像で、どうなるかと思ってましたけど。もう、もう、迷うことなく、ひき肉いった時点で、
こう締め締めと。まあ俺らはねもう完全に行ったわと思ったけど、うん、マジ新しい道を切り開いてくれて、うまいかもこれ本当に。マジこれマジ米と合うよねこれ。それどんとかでマジで、ね、食えたらめっちゃうまいんじゃないと思って。チンジャオロース丼みたいな感じで。うん。これいいです。フェリックちょっと食ってみ？マジちょっと食べて食べてみ。そうだね。うん。辛くもないし、うん、辛いですわね。一切ないです辛さは。うん、まあ、さあもうなんかなんかあの中華ペーストとか鶏ガラだしとか、うん、ああいうの入れた方がコクがもう少し出るんだけどまあね。でもやっぱナンプラーが効いてるから、うん、この魚なんかね、そうね、魚のだとまあオイスターもね、うん、やっぱちゃんと入ってるから。オイスターとナンプラーで、いただきます。うん、いや想像以上に、うんうんうん、中華中華めっちゃ中華だ。ちょっとお前が一番リアクション性なんだろ。お前が一番テンション上げてくれよ。ざっくり人でしか捉えてないから。でもうまいわ、うん、中華おいしい。中華だし、うまいよね。想像以上になってたよ、うまい、ちゃんとその肉なくなったけど別に全然あのなんか存在感はあるよね。でもね、あ本当、あ米だね。ね、米に、米の上にこれ乗っけて食うの最高だよ、ね。全然めちゃくちゃ合う、これ。確かに乗っけときたい。うん。取りづらいから。ねえ。ひき肉だから、多分そう、上に乗っけてこう、スプーンとか、レンゲとかで、いったらマジで。あ、うまい。これマジでこれやってほしいよ。だダンスのチンジャオロース。学生とか大好きよ、多分こんなの。書き込んでいけるっていうの。え、俺でもこの味なんか超楽で食ったことあんな。ルースチャーハンとか。そう、そう。うん。だあれはもうまさに丼にしてる状態というかね。ピーマンは確か長すぎる。ルースか。ルースチャーハンだわ、確かに。ルース。だうまい。細切りみたいなことだよね。うん。うん、だまさかの。ちょっとね、はい、こう新たなフェニックス の可能性というか、はい、開拓してくれたこの。ですよね、だって別に。新しい。興味なくて初めて作って、うん、で、新しいちょっと。なんかアプローチができた。いや、そうそうそう、ちょっと本当アプローチの仕方が。素晴らしい。固定概念がね、やっぱ。あったから、確かに、うん、豚肉をこう細くしないとチンジャオロースじゃないと思ったけど、うん、ひき肉のチンジャオロースマジこれありです、ね、おお、いいっすね。出ました。いやー、いいね。これ第5回がちょっともうやりたいもん。ちょっともうなんかハードル上がっちゃう。むしろちょっともう少し難しいのやってみる。次。いや、まあこれできてないんだけどいやでも、いいのよ。できてないことないのこれ。だってこれをチンジャオロースって言えばもうチンジャオロースなんだから。いや、正解なんてないんだから。いや、美味しきゃいいんすよね。美味しきゃいいんだから。そう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 、別に料理なんてマジでそのいいんだから。ええー。うめんだったな、いいんだ。だからちょっと、第5回、ちょっと考えるのは。うわぁ、ちょっと。もう少しレベル上げてもいいのかもしれない。確かにね。実はできるんじゃない？料理を。確かに。できてくんかも。うん。いいですね。ちょっとじゃあこれ、第4回はもう大成功ということで。はい、大成功でした。はい。キングフェニー、チンジャオロース編でした。はい。第5回を。お楽しみに。なんだろうな。ありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまです。ありがとうございます。コメントとかでもたまに来るもんね。何が次これはみたいな。ああ、そうね。そうね。それも。コメントでもね、募集してますし、はい、作ってみてくださいみたいな。見つつ、お願いします。お願いします。お願いします。あ、出した。新たな可能性。